と死んだら地獄だろうな。でも天国なんかないしな。君の部屋のカーテンの柄をなんか思い出したんだ。何もできず帰りを待ってた。情けない毎日を、くだらない毎日を。そんなこんなで時は流れて、なんだかんだで僕は元気です。君が飼ってたあのブサイクな犬は今でも元気ですか。ずっと懐かなかったな。本当のことは見透かされてたんだ。誰にも言えない秘密のインターフォンを、あの時確かに僕は押しました。写真に撮った瞬間になぜかすごくしょぼくなるのは、生身の私を愛してっていうことでしょう。僕の喜びの8割以上は、僕の悲しみの8割以上は、僕の苦しみの8割以上はやっぱりあなたでできてた。確かに僕は押しました。写真に撮った瞬間になぜかすごくしょぼくなるのは、生身の私を愛してっていうことでしょう。バイト先で虫けらみたいで、君の前では飼い犬みたいだ。もう俺にはこれしかないなと意気込んで歌うけど、君が稼いできたお金でノルマを払って今から帰るね。好きな映画も好きな小説も、好きな漫画も好きな音楽も、全部君の部屋、全部君の部屋にあったんだ。僕はバカだな。本当のことは見透かされてたんだ。